こんにちは、わちゃぴです。聞いて覚えるモントゥのシリーズの2です。カラオケ音源とミディデータをブログに貼ってあります。概要欄のリンクよりご自由にダウンロードしてお使いください。トゥンバーの詳しい解説はこちらの動画を参考にしてください。今回はこのようなパターンを覚えましょう。これはキーシーの2-5です。2小節パターンですが、2と5が2拍ずつになっています。サンプルではリピートしていますが、覚えるのは2-5の2小節です。では、ピアノだけにしてテンポを落として聴いてみましょう。シンコペーションしたフレーズなので、コードもこのように8分音符ずれています。それぞれのコードでの度数を見てみましょう。右手と左手は完全にユニゾンです。Dm7 はセブンスのドから入ります。そして3度ごとの和音を弾きます。1小節目2拍裏から G7 になります。3度のシから入り、セブンス、ナインスの和音を弾きます。4拍目裏からまた Dm7 になります。1小節目とフレーズは同じですが、シンコペーションしています。G7 も1小節目と同じですが、最後の音だけ3度のシになっています。和音を見ると、Dm7 でも G7 でも同じファーラーとなっています。それを覚えておけば、とても弾きやすいフレーズだと思います。では、改めて作り方を解説しましょう。Em7、A7 で作るとします。まず、Em7 のセブンスであるレを弾きます。そして、3度と5度であるソとシを和音で弾きます。2拍目の裏から A7 の3度であるドのシャープを弾いた後、セブンスとナインスであるソとシを和音で弾きます。そしてそれを繰り返します。最後の音は A7 の3度であるドのシャープです。そして全く同じことを左手でも弾きましょう。すべてのキーで覚えるのはなかなか大変なので、2-5を連続させ練習してみましょう。DGCF と5度下に進んでいきますが、これを Dm7G7 にして、そこから解決する Cm7 を新たな2と考え、Cm7F7 という2-5を作り、つなげていきます。このように5から新たなキーの2へは半音下がるだけなので弾きやすいと思います。サークルオブフィフスを Dm7G7 から始まり一周するパターンと、Gm7C7 から始まり一周するパターンの2種類で12個すべての2-5が出てきます。それではつなげて弾いてみましょう。まずは Dm7G7 から始まるパターンです。次は Gm7C7 から始まるパターンです。今回のパターンは、テクニック的にはとても弾きやすいシンプルなパターンでした。どんな2-5でもすぐ弾けるように繰り返し弾いてみてください。